昔、南会津の山奥に水無川という川が流れておった。ちょうど夏の暑い盛りじゃった。その水無川の上流に4人の木こりたちが仕事のため山へ入っておりました。そうな、いやー、こう暑いんじゃ仕事する気にならねえべ。なんだ。ところでみんな、日照り続きで淵の水も減っとるだに、明日は一つ寝流しでもしねえか。うんだんだ、それ面白い。やっべやっべ。寝流しすればよ、酒もたっぷり飲めるしよ。そうだともよ、寝流しでがっぷり儲ければよ、一夏中働かんでええかもしれねえでよ。寝流しとは、川の中に毒のようなものをまいて浮いた魚を取るという方法じゃった。連中は小屋へ帰ると早速根を作る作業を始めた。山の木を切り、葉っぱと皮を焼き、灰でグツグツと煮ると根ができるのじゃった。根流しするとよ、魚がみんな白い腹見せてよ、ぷかぷか浮くんだから面白いよな。うんだんだ、何しろ手づかみだから答えられねえよな。そうともよ、明日はじゃんじゃん取れっから、かます一つや二つじゃ足りねえかもしれねえぞ。とまあ、男たちは根の煮えるのを待ちながら明日のことを話しておった。そうすると明日のために少し腹ごしらえしとくべか。おお、そうだ、そうすべ。俺らにきびだんごくれや。おお、とその時じゃった。谷川の方から一人の坊さんがピタピタと木こりたちの方へやってきた。こんなところへ坊さんが、一体どこへ行くだべか。男たちがそう思っていると、坊さんは木こりたちの方へ近寄り、やがて根を煮ている鍋の前へ来て。これは根じゃな。で、それがどうかしたか。縁へ流すのか。だともよ、根は縁に流すに決まっとるっぺ。根を流せばよ、面倒なことは何にもいらねえ。一発でドカーンと取れてしまうだよ。やめなされ。坊さんのしわがれた大声で、一時は場がしんと静まり返ったそうな。のう、お主たち、わしはお主たちが食べる分や、絵に誘われて釣られる魚をとやかく言っとるのじゃない。じゃがの、じゃが、川に毒を流せば小魚まで死んでしまう。どうじゃ？人間の子供が殺されると思ってみ、むごいことじゃろうが。やめなされやめなされ、むごい殺生はやめなされ。男たちはなんとなく気味が悪うなってきた。それに坊さんの見せた目の光も気持ち悪かった。ぶんぶんさん、団子でも食わねえかよ。おお、団子の、これはかたじけない。ナムアミダブツ、ナムアミダブツ。さあさあさあ、遠慮せずに食ってくれや。さあさあ、どうぞどうぞ。いただきます。何やら不思議な食べ方だった。いよいよ、寝流しはやめっぺやめっぺ。坊さんの言う通りにするべ。それを聞いて坊さんはすっかり安心したか、深々と男たちに頭を下げると、元来た道をまたピタピタと帰っていったそうな。急にあたりは暗くなり、男たちはしんと静まり返った。じゃが男たちは決して寝流しを諦めたのではなかった。
さて、次の日の朝、男たちは早々と起き出すと川へ向かった。見てろ、そろそろ魚が浮いてくるだぞ。そらそら浮いてきた。こいつは大漁だでよ。そら飛び込む。いや、まあ男たちはもう狂ったように浮いた魚を取りまくった。あっという間にカマスはいっぱいになったが、その代わり川はもう死んだようじゃった。それでも男たちはまだ足りぬ、もっともっと大きい魚を取ろうと川を上流へ上流へと登っていった。川上の淵は底なしの淵と呼ばれ、大きなイワナの主が住んでいるという話であったが、人々はめったに近寄ろうとはしなかった。淵は恐ろしいほど静かじゃった。底なしの淵と聞いとったが、見れ日照りでこんなに水が減っとるぞ。根の量を増やせば大丈夫だってよ。よし、行くぞ。おら、それ。どれ。おら、それ。どれ。やがて魚がぷかぷかと浮き始めた。男たちは笑って見ておったが。もう一息だ。残りの根を全部ぶち込むぞ。夕が早いか、残った根を桶ごと全部縁へ投げ込んだ。やがて水は白く濁り、縁は死んでしもうたようになった。その時、あたりが急に暗くなったかと思うと、カラスがギャーギャー鳴き始めた。なんだや、あれは。黒い影がスーッと近づいたかと思うと、バッサー、見たこともない大イワナが白い腹を見せて浮かび上がってきた。それがこの淵の主じゃった。男たちは大喜びでイワナをカマスに詰め込もうとしたが、突っ込んでも突っ込んでも入りきらんほどの大きさじゃった。そうだ、オラが言うた通りにしたらこの大量だ。見れ、クソ坊主め。さあさあ、この大岩の魚に一品いくべ。ところがどうじゃろう。大岩の腹の中から何やら丸いものがポロッポロッといくつも出てきた。なんだや、これは。きびだんごじゃ。ミレ、イワナがオラたちの方にらんどる。ぼ坊さんがイワナだったんじゃ。なんという恐ろしいことじゃろう。イワナが昨日の坊さんじゃったとは。そして残りの木こりたちは後も見ずその場を逃げ出してしまった。
やがて谷川は元のようにきれいになり、イワナも住めるようになったが、今も流れるこの川に、この不思議な物語は人々に語り継がれているという。